マットはテキストベースのユニックス向け電子メールクライアントである。マイケル・エルキンスが1995年に作成し GNU-GPL ライセンスで公開した。はじめはメーラ・エルムと似たインターフェースであったが、その後の開発の方向性により、現在では SLRN によく似たものになっている。マットは大半のメールファイル形式に対応しており、特に m b x と メールダーとの親和性が高い。また、POP3 IMAP NNTP など各種の受信、配送プロトコルにも対応している。MIME 対応もあり、特に PGP, GPG や S、MIME へは完全対応している。MAT は基本的にメールユーザーエージェントであり、1.5、14までメール送信の機能を持っていなかったが、 ブレンダン・カレイが主導する1.5、15以降では、SMTP 機能が追加された。設定可能な項目が多いことでも知られる。数百の設定用の指定項目やコマンドがあり、色付けの設定、レイアウト指定から始まり、キーバインドの変更や、複雑な動作を行うキーボードマクロの作成など、多岐にわたる。また、標準装備されていない機能を実現するためのパッチや、 拡張が多く存在する。例えば、NNTP 対応や、サイドバー機能などがある。マットはキーボードのみで操作できる。また、メーリングリスト等での長い議論の流れを追うための、スレッド表示機能もある。メッセージの作成にはデフォルトでは、外部のテキストエディターを使う。これは、Pine のような内部エディターを起動するタイプのメーラーと異なる。初期公開されたマットでは、 文字コードをはじめとする日本語メールの監修への対応が十分ではなく、付随する端末制御シーケンスや文字幅認識などの点でもそのままでは日本語メールの扱いに使えない状況であった。その後、日本語対応パッチが1998年頃に作成され使われるようになってきた。その後、公式版のマットでも開発版1.3、系列以降、 日本語文字コードをはじめとするマルチバイト機能が追加され、公式版をそのまま使っても日本語メールが扱えるようになった。しかしながら、日本語圏におけるメールやり取りの慣習が欧米向けに設計されたマット標準のものとは異なる面が残っていたり、マイム等の国際標準に準拠しない設定でメッセージのやり取りを行うムアがあることから、 本家での取り扱いが難しい日本語パッチが一部あり、日本語対応パッチとしての提供はまだ続いている。ただ、その主要部分であるアサムドチャーセット機能は2007年2月に、ブレンダン・カレイが主導権を継いだ途端に取り入れられた。マットのスローガンに、all, m a l ク clients, s デ c k this one just s c k s less というものがある。マットの開発者たちは、 あらゆるメールクライントには何らかの点でダメなもので、あるとし、マットのダメ度は他のものよりは低いと主張している。フーサックスレスというような用法は主要なハッカーコミュニティのジャーゴンとして一種の敬意を払ったものとみなされている。ありがとうございます。